はい、どうも、毎度おなじみ、ルローの番組ではない、山田モータースでございます。あなたが私にくれたもの、謎王者だらけの、天下パーク。欲しいですか？大好きだったけど、謎王者ばかりなんて。大好きだったけど、架空者だらけなんて。バイ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 、ダーリン、さよならしてあげるわ。はい、どうも、言いましたね。はい、今日はですね、2020年の9月の26日土曜日のね、午前中にベッドの上から、ホットウィルのね、ファンクラブの公式ページを見ながら雑談をしていきたいと思う次第でございます。ですね、本日皆様9月26日は、こちらですね、ワイルドスピード、プレミアムシリーズからクイックシフターズのね、発売日になったかなと思うんですけども、買いに行かれましたでしょうか。私はですね、ネットの方で注文をね、していたので、まだ手元には届いてないんですけども、午後にはね、届くのかなと思ってね、胸をワクワクさせながら待ってますね。まあ、なんて言ってもね、こちらですよね。2003年ホンダ NSX タイプ R。あと人気のね、日産スカイライン GTR のね、33。こちらもね、人気かなと思うんですね。まあ、私って個人的にはこのスティングレイもね、とても楽しみですし、ホンダ S2000 ね、スーキーがね、操っていた、ワイルドスピードでね、操っていたお車と、70年プリムス、AR クーラー。これはね、ちょっとね、今ピンとね、すぐ出てこないんですけども、まあ、とにかくね、これ確かドムがね、乗ってたかな。あとは、レティがちょっと、アクションシーンで乗ってたかなと思うんですけども、ちょっとね、はっきりしなくてごめんなさい。後で調べてみようかなとは思います。最近ね、また見直したんですけどね、忘れちゃいますよね。とにかくいっぱい出てきましてね。はい、それではね、ベーシックカー、10月のベーシックカーから見ていきたいと思います。今月のベーシックカーの発売日は10月の3日になりますね。第1土曜日で。3日になりますのでね、もう、あっという間ですよね。はい、それでは見ていきましょう。まあ、今回のアソートは、L プラス M ね。アソートになっていまして、先月とね、引き続きかなと思うんですけども、なのでね、もしかしたら、RX7 とかね、まだ、ミックスされてる可能性はありますよね。それでは上の段から見てまいりましょう。はい。HW レスキューアルファスーパースーツ。これかっこいいですよね。フォルクスワーゲンでこんな感じの車あったなと思うんですけども、これなかなかね、欲しいですね。脇の方にはポリスとか書いてあるので、多分、ポリスカーなんでしょうね。結構かっこいいと思いますね。ホイールなんかもブラックでね、多分スチールホイールかな。なかなかかっこよいんじゃないかなと思います。で、その下行きますと、これはもう皆さんもね、ご存知かと思うんですけども、まあ、架空車、謎車、架空車の中では結構人気があるじゃないかなと思います。まあ、私もね、大好きで、エクスペリモーターズからスピードドライバーですね。こちらね、後ろのね、この部分が、スパナになっていて、この辺にね、ビット入れる、収納するスペースとかね、あとこの前のところは、六角のね、メス部分ですよね、になってるかなと思います。はい、そしてその下行きますと、スピードブラー、バハトラック、こちらも結構ね、かっこいいですけど、まあ、お魚さんみたいな感じになってます。好き嫌いは分かれるかなと思うんですけども、今回ちょっとグレーのね、マットっぽいお色で、で、ロゴなんかもね、結構かっこいい感じでデザインされてるので、まあ現物見てね、気に入ったら買おうかなと思います。まあそんなに慌てなくてもね、最近ですとトイザラスが3台で500円セールやってましたよね。あとイオンなんかだと5台買うと1台50円だったかな ?250 円。そういうね、セールの時でも残ってるんじゃないかなと思うんですけどね。はい。そしてその下行きますと、HW フレームスカスタムフォードマーベリックですね。これフレアがね、ファイヤーパターンが描かれていて、まあ私結構ね、これ好きなんですけども、このお車のね、カラーリングで、グレッティカラーね、チームカラーのね、グレッティスポンサーカラーのマーベリックがね、とても気に入っていて、まあそれをね、ちょっと超えるものはまだ出てきてないんですけども、まあこれはあれですね、なんとなくね、手に取ってしまうものになりますね。はい。そしてこちらが新カラーになるんでしょうかね。HW レースチーム2010年シェビーインパラですね。まあインパラっていうとね、60年代ぐらいのがまあ一番かっこいいかなと思うんですけどもね、現代のね、2010年ですので、今から10年前のシェビーインパラもあるんですね。私知らなかった。最近のちょっとね、インパラ事情を知らなくて、ちょっとびっくりしちゃったんですけど、まあチームカラーですよね。ブルーに、まあホットウィールのね、このマークがね、あつらえてあって、ホイールがね、ブラック&イエローのね、ヤマダモータースカラーになってますね。ナンバリング4番で、ガラスなんかもブルーになってるので、とてもね、おしゃれだなと思います。形はどうだろうね。って感じはしますけど、ね、でもまあ持ってないので欲しいですね。はい。そしてその下行きますと、
まあ私は結構好きな方ですね。これ HW フレームス49年マークですね。これマーキュリーの、まあ、ホットロッド的なものかなと思うんですけどもね。多分マーキュリーだと思うんだよな。この形は49年のホットロッド仕様になってるかなと思いますね。で、オープンカーなんですね。で、内装がホワイトなのでめっちゃかっこいいと思います。内装ホワイトのオープンカーやっぱ映えますよね。まあできればね、屋根付き、ルーフ付きが好きなんですけど、まあこれはこれでね、かっこいいですね。だからね、こういうのちょっと、フィギュアをね、もっと64分の1でお安くね、買えて、まあ、ちょっとね、乗せたりしてね、遊ぶのが楽しいのでね、そういうのあるといいんですけど、ね、なかなかね、64分の1というサイズのフィギュアがね、まあ、安価でもないですね。それよりね、大きかったりちっちゃかったりすると、50体で1000円とかで買えるんですけどね。まあ、大体私はね、50体で1000円ぐらいの購入して、胴体をね、切ってしまって、足の部分切ってしまって、胴体だけで乗っけるみたいなことをやってます。はい。あら、開いちゃった。ごめんなくて。あれこうか。ごめんなさい。はい、じゃあね、上の段参りましょう。はい、こちら新かなですね。マッスルマニア84年、ポンティアファイヤーバードですね。めっちゃかっこいいですよね。84年ですので、まあ、なんでしょうね、クラシックカーの部類にはまだ入らない年代になるかなと思いますね。なんでしょうね、この、かっこよくもない、ちょっとダサい感じもある、なんてそういうデザインが好きだなと思います。T バールーフになってるのかな、これ。で、レッドに、ちゃんとね、ファイヤーバードのね、このポンティアックファイヤーバードのこのマークがあつられてあるかなと思いますね。いいですね、欲しいな。これリアのね、このガラスの斜めの部分とかかっこいいんですよね。リアスポイラーもついてますね。はい、そしてこちらが HW ドリームガレージのセグメントからリップロッドですね。もうサードカラーぐらいになるんですかね。まあこちらはね、言わずと知れた、まあ、ドリームガレージというぐらいで、ホットウィルのね、そういうドリームのプロジェクトでね、選ばれたお車を、そのカスタムされたね、方をまあ抜擢して、その実写でね、あるのでね、それを、具現化と言わないか、商品化したね、ミニカーをね、まあ、選ばれたミニカーにしたものですよね。まあ、なかなかね、その他ね、いろいろ、なんでしょうね、ノミネートされた車種あったんですけど、なんかね、一番あんまり欲しくないな、正直言うとね、欲しくないなーっていうのがね、ちょっと選ばれたので、ちょっとがっかりしたんですけど、もっとかっこいいのいっぱいあったのにね、って、まあ、人の好みはそれぞれなのでね、まあ、私はそう思いました。もっとアメ車チックなものとか、どでかい感じなのとかあったんですけど、まあこちらはね、まあリップロッドっていうぐらいにホットロッド、まあ30年代、40年代のお車をホットロッド風に改造したもののね、まあ現代版って感じに作られてるかなと思いますね。はい。そしてその下、バッハブレイザーズの、セグメントから42年ウィリス MB チープですね。こちら、これ結構かっこいいんですよね、これ。このカラーリングがまたホワイトにピンクに、この蛍光色のグリーンっていうんですかね。これめっちゃポップでかっこいいですよね。これは欲しいなー。これ、ヨーチェケラですね。これ大注目かなと思います。シートの色も、パープルですよね。紫で。うわ、これめっちゃこれ欲しいな。この中で、今月実は山田一番欲しいかもしれない。ですね。まあ、あとは RX7 欲しいですけどね。これがかっこいいカラーリングですね。担保なんかも結構入ってるんじゃないでしょうか。いいですね。セカンドカラーかな？以前発売された2ヶ月前ぐらいにブルーのやつだったかなと思うんですけども、まあそれはね、結構人気なくて、なんかね、後日トイザラスに行ったら全然残ってたってやつですね。はい。そして、オリンピックゲームズ東京のセグメント、2020のセグメントから、ファストフェリオンですね。こちらはあんまり私は架空車の馴染みが、まあもちろん架空車なんですけど、馴染みはないんですけども、まあどういったものなのかなって、ちょっとね、下調べしてなくて申し訳ないんですけども、まあやっぱり未来的なお車かなと思いますね。で、グリーンのね、深緑のグリーンのお色はめっちゃかっこいいんでね、なんかちょっとジャガーっぽいお色ですよね。お色はね、そう言われるところ、なんて言うでしょう、フロントグリルのね、口を開けてるとこなんて、ジャガーの E タイプにちょっと似てるような気もしてきましたね。で、ロングノーズでね、なんかちょっと似てる感じはありますね、ジャガーの E タイプね。はい。そしてその下行きますと、ストリートビースツ、ターボルースターですね。これもなかなか面白い形してますね。なんか、昆虫っぽい感じかなーって気がしますけどね。はい。はい。そしてそのまた上の段行ってきますと、また出ましたね。バットモービル。もういらないかな。全然、先月ぐらいには、ゴールドね、この同じ型のバットモービルでね、発売されたんですけども、今回は、メッキ仕様なんでしょうかね。まあ、いらないかな。はい。そして出たロッド・スカットのセグメントから、モトウィングですね。こちらも結構ね、今年発売されてるラインナップになるかなと思うんですけども、
まあ、なんていうんでしょうね、これ四輪バイク的な感じかなと思いますね。ちょっと虫っぽさもありますよね、この羽みたいな感じでね。はい、そしてその下、これがかっこいいんじゃー。ロッド・スカットかのセグメントから、52年ハリソン・ホーネットですね。これはかっこいいですよね。多分セカンドカラーだと思うんですけども、もうファーストカラーがね、とびっきりかっこよかったですよね。ナウナ・ヤングも大好きな、みたいなね。オールドメンも大好きな、みたいな。まあ特にね、オールドメンは大好きだったんじゃないかなと思います。まあ私もオールドメンの部類に入ると思うので、もうとてもね、かっこよかったですね。で、今回のも、パープルメタリックですかね。で、もう担保の入り方がめっちゃかっこいいんですよね。なんかクラシックカーってあまりこういうね、レーシングカラーっていうのないと思うんですけども、大体ね、こういうクラシックカーってローライダーとかね、ホットロッドとかになってるんですけども、なんかで、ね、ちょっとレース仕様でめっちゃかっこいいですよね、これ。うわー、欲しいなー。そしてその下。なんかでいい、これ、毎回出てるっていうか、サイドラインでもあったかなーと思うようなね、92年 BMW M3 ですね。なんかもう何回も、このホワイトにグリーンってドバイ仕様でしたっけ？なんかどっかのお国のね、ポリス仕様ですよね。はい、そしてその下行きますと、これはかっこいいですね。HW レスキューセグメントでダッチチャージャードリフト。そう、ドリフトってついてるのね、まあ特徴的には、まあ車高が低くて、リアのね、どでかいウィングがついていて、みたいな感じだと思うんですけども、で、タイヤなんかもね、太いのかなと思うんです。これはちょっとかっこいいですね。ブルーにポリスのね、マークが光りますね。はい。ベーシックカーね、この新規で発売されるものは、16個ですね。で、L プラス M ミックスなので、まあ先月のね、ものからも、ふんだんにね、ミックスされてるんじゃないかなと思います。はい。そして、上から見ていきましょうか。モダンクラシックス、ホットウィール、カーカルチャー、モダンクラシックス、サイドラインになりますね。こちらは、あ、このシリーズですね。このキティちゃん、ホンダシビック、イージーキティちゃん。これなんかホットウィール女子の皆様、大変お待たせしました。まあ、その前にね、2020年10月上旬とありますので、まあ、多分ね、10月3日、ベーシックカーの発売日と重なってくるのかなと思いますね。はい。ホンダシビックイージーというとね、ファーストカラーが、イエロー&ブラックのね、ヤマダモータースカラーで結構人気のあった車種じゃないかなと思うんですけども、結構手に入れやすかったですよね。私もね、確か2個購入したかなと思うんですけど、今回のキティちゃんこれね、皆様ね、彼女にプレゼントするのもいいんじゃないでしょうか。あとね、もしかすると、キティちゃんマニアには若干のプレネで売れるかもしれませんね。多分。ここまでの情報をどうなんだろうね。キティちゃんマニアの方は情報仕入れてるんでしょうか。ホットウィールのミニカーで、キティちゃんのね、柄のものが発売されるってやっぱマニアは知ってるのかな。でもね、私たちもうホットウィールに関してはね、もうベテランさんのね、購入ベテランだと思うので、まあね、マニアの方に負けないでゲットしたいですよね。でね、もしかしたらね、高く売れるかも、みたいなね、まあ売れないか。結局ね、少しプレネで売れても、まあ送料とか、あと、まあ、メルカリとかだったらね、手数料がね、1割ぐらいかかってくるので、意外と儲けが少なかったりするので、まあ、手間分だけ考えても損する気はするんですけどね。はい。ピンクのね、やっぱりピンクなんですね。これは絶対欲しいですよね。これは私、もうネットで注文したと思いました。なんでかっていうとね、もう一番欲しいのはね、もう皆さんはもうシビックかなと思うんですけども、こちらのね、もう待てない、72年メルセデスベンツ 280SEL4.5。縦目のベンツですよ。しかもブラックカラーのね。これ今後も超期待ですよね。うわ、かっけえ。内装とかこれ、私の好きな色っぽくないですかこれ。なんていうんでしょうね。サンドベージュとか、キャメルブラウンとか、そんなお色じゃないかなって思います。ごめんなさい。もうね、もう、市場がね、入ってしまいまして、もう一番ね、気になってるものをね、先にちょっと紹介してしまいました。すいません。はい。そして、フォルクスワーゲン、ジェッタ MK3 ですね。このジェッタもね、結構サイドラインでね、ワイルドスピードシリーズにも出てますのでね、発売されてるんですけども、かっこいいですよね、このジェッタって。まとまりが、スポイラーの付き方とかめっちゃかっこよくて、これまとまりあってすごくかっこいいですね。なんかね、日産車のプリメーラとか、なんかその辺を思い出せするようなサイズ感とかね、そういう感じだなと思うんですけど、プリメーラはマジョレットか、マジョレットでなんか出るみたいですよね。ちょっとそれもよう楽しみですよね。ようチェキラーって感じですよね。はい。そして、98年スバルインプレッサ。なんだっけ
22B って呼ぶんですよね。なんかコメントでいただきまして、22B じゃないよと 22B って呼ぶらしいですね。ごめんなさい、間違えてますよね。の STI バージョンになりますね。まあこれはほんとね、スバルインプレッサーといったらこのブルーメタリックカラーのね、まあ基本的なカラーになってますね。ちょっと私的に遊び心が欲しかったなと思うんですけどね。まあタンポがね、ふんだんに入ってたりしたらかっこよかったかなと思うんですけど、落ち着いた感じのね、まあモダンクラシック、あ、違かった。そうですね、モダンクラシックなのに、結構モダンクラシックってこういうね、あのカスタムカラーっていうの少ないなと思ったんですけど、今回ホンダシビック EGO のカスタムカラーになってますね。で、先ほども紹介しましたこの縦目のメルセデスベンツが私は一番欲しいね。めっちゃかっこいいね、これね。シャコタンの感じもいいんじゃないでしょうか。うん、ホイールのかっこよさとかもありますしね。そしてこれも皆さん好きなんじゃないかなと思うんですね。日産シルビア S14 ですね。まあホワイトカラーのもあのクラシックじゃないですね、ベーシックなお色になっていて、まあ日産シルビアS14 は結構ホワイト似合うんじゃないでしょうかね。これもちょっと楽しみじゃないですかね。はい、10月3日発売かなと思われます。そしてホットウィールブールバードですね。こちらがですね、皆さんちょっともうがっかりっていうか、がっかりでもないのかな、まあ自分的にはがっかりなんですけど、セブンイレブン限定なんですよ、このホットイールブールバード。やめてほしい。やめてほしい、ホットイールブール。これね、2020年10月下旬ですので、まあ多分24日発売になるかもしれませんね。まあね、ちょっとね、あくまでも予想の日付をお伝えしてますので、間違ってる可能性もありますのでね、調べてからね、行ってみてくださいね。はい、まあラインナップ、ね、見ていきましょう。セブンイレブン限定か。あー、セブンイレブン限定はめんどくさいんだよね。まあ手に入ればいいですけどね、大量に入荷されててね。あとローソン限定なんかも嫌ですよね。ツインミルね、これは結構架空車の中では人気のあるものになるかなと思うんです。ホットウィールのメーカーでも実車これ所有してるんですよね、ツインミルはね。ん？所有してたんじゃなくて、今製造中だったかな。とにかく実車をね作ってますので、結構力が入ってますよね、このツインミルに関しては。結構古い各社ですよね、確か。はい、そして69年アルファローメオ、うわかっけーアルファローメオ33ストラダーレですね。69年アルファローメオ33ストラダーレ、こんなお車あったんですね。私お恥ずかしながらこの車の存在を知らなくて、今初めて見てね、かっこいいなと思って絶対欲しいなと思いました。なんかこういうのがちょっと手に入らなかったやだね。まあ後からね、なんかドンキホーテとかで手に入ればいいんですけどね。ドンキホーテのね、今月あるんですよ、レトロエンタ でしたかね、ドンキホーテ限定ってやつね。はい、そして、クールコンビですね。こちらムーンアイズのカラーになってるので、でワンゲンのバスなのでね、人気があるんじゃないかなと思いますね。これも手にしたら他のカラーいらないんじゃないでしょうか、皆さんね。もうこれがもう最初で最後の手にして、あとは結構スルーできるぐらいに気に入るんじゃないかなと思います。まあこのお車が好きな方はね、もう 何パターンでもカラー欲しいんでしょうけど、私結構これ1個あればもうクールコンビいらないかなと思われるぐらいにかっこいい一台に仕上がってますよね。はい、そしてその下もこれも渋いっすね、日産スカイライン C210 ですね。うわ、ホイールの感じとかもめっちゃ似合っててかっこいいですね。まあジャパンヒストリックスとかね、最近で言うと発売されましたよね、あれはワイルドスピードでしたかね。あの時だな、あのシルビアの初代シルビアのモナリザカラーが確か発売された時に、この C210 のイエローのね、そうだね、そうですね。はい、あのワイルドスピードシリーズでね発売されましたね。まあワイルドスピードにはこの日産スカイライン C210出演してないと思うんですけども、ワイルドスピードに出ていた R33 だったかな、3333だと思いました。そのイエローのねカラーリングの、ものをこの C210 にね移植して、発売されましたよね。あれめっちゃかっこよかったですよね。今でもねたまに眺めてねかっこいいなと思ってます。そしてその右に行きますと、これがちょっともうやめてって感じじゃないですか。セブンイレブン限定ちょっと手に入らない気がしてきたぞ。まあ超人気でしょうね、トヨタ AE86 スプリンタートレノ。まあスプリンタートレノはもちろんね新規金型ではないと思うんですけども、今回このねサイドラインの700円のねプレミアムバージョンは初じゃないでしょうかね。ホワイトにブラックのツートンカラーになっていて、残念ながらね以前のベーシックカーの
スプリンタートレーノには脇の方にね、カタカナでホットウィールと、ホットホイールか、ホットホイールって入ってたんですけども、今回はちょっと入ってないので、できればね、ホットウィールの特徴で的なものであるので、ホットホイールってカタカナ表記が欲しかったですね。いやー、ちょっと楽しみだな。でもね、セブンイレブン下旬なのでね、4日ぐらいかなと思うんですけどね。まあどうでしょうね。はい。はい、そして、ブルーバードをやって、で、レッドゼッペリンプレミアムボックスですね。まあ、レッドゼッペリンプレミアムボックスは多分去年だったですよね。去年発売されているので、まあ、その時にね、買い揃えた方はもういらないかなと思うんですけども、ラインナップね、こんな感じになってますね。はい。ですね。はい。結構架空車多めでね、確かね、私このね、ミニクーパーのモーリスだったかな、これだけ購入したかなと思うんですけども、レッドゼッペリンね、音楽はね、もうピカイチでかっこいいですからね。まあ結構私も今でも聴きますね。はい、テンション上がる音楽だなと思います。そして、ホットイルレトロエンターテイメントですね。レトロエンターテイメントが、これが、ドンキホーテ系列店限定ってことですね。ドンキホーテ系列店限定ってことは、ドンキホーテの系列店っていうと、私が知る限りだと、ピカソ、まあドンキホーテっぽい、ドンキホーテピカソっていうんですかね。なんかピカソとかっていう名前のドンキホーテもありますよね。それぐらいしか知らないかな。系列店ってどういうことなんだろう。あと何があるんだろうね。情報を求むみたいな。が2020年10月24日より順次発売予定となってますね。はい。で、何があるのかなーっていうと、まあ、レトロエンターテインメントなので映画だものに出てきたお車かなと思うんですけどもね。まずはね、グランツーリスモ。こちらゲームなんですか？これ、グランツーリスモっていう映画もありましたかね？まあ、ちょっと私存じ上げてないんですけども、ポルシェ962となってますね。なかなかかっこいいカラーリングじゃないですか？ホワイトにネイビーでね、オレンジのラインが入っていて、かっこいいじゃなと思いますね。で、ホワイトのね、ホイール入ってますので、とてもレーシーでね、かっこいいかなと思います。で、その下行きますと、ガムボール3000、パガーニ、ウアイラですね。まあ、ガムボール3000っていうのはね、よくね、ベーシックカーなんかにでも、担保印刷されているマークになりますよね。パガーニ、ウアイラは、ベーシックカーでも出てますよね。去年発売されたかなと思います。はい。そして、グランツーリスモからマツダ 787B。まあ、これが一番人気ですかね。787B といえばね、私、まあね、とても大好きな車種で、未だにね、そうですね、ホットウィールのミニカーの中では、まあ、トップ10に入るかなっていうぐらいに気に入ってますね。何がいいって、やっぱカールが取れたりするギミックがあったりとかと、ホイールがね、前後で違かったりとか、もう私の好きなね、要素がね、いっぱい詰まっていって好きなんですね。で、好きなのがそのホワイトカラーリングで、マツダカラーになってるので、とても好きなんですよね。はい、787B ですね。で、ワンダーウーマン。ワンダーウーマン、まあ、アメコミをね、実写化したようなものだったかなと思うんですけど、1984年、ワンダーウーマンジェットですね、飛行機ですね。まあ、どうでしょう、皆さん。私のチャンネル見てくださってる方、やっぱお車が好きなので、まあ、スルーする方も多いのかもしれませんけどね、飛行機マニアの方にはいいでしょうしね。まあ、こういう系統はやっぱりブリスターと一緒にね、やっぱりブリバリしないでね、飾るのがいいんでしょうね。はい。ティーネイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズからパーティーワゴンですね。これも何回かもう発売されてるので、まあ私買えてないのでね、実物見て、まあ欲しくなったら買おうかなと思います。大体実物で見れるのかもちょっと不安で、まあ結構でもそんな人気ないんじゃないでしょうか、ラインナップ的には。まあ、マツダ 787B はね、めちゃくちゃ人気があると思うんです、その他は意外と買い、残ってるかなと思いますね。はい。そして、ホットウィールテーマもオートモーティブ、フォルツァですね。まあ、フォルツァのシリーズというと、まあ、廉価版の400円台のものかなと思うんですけども、今回もそれっぽいですね。ホイールなんか見ると、ベーシックカーとね、変わりの映えのないホイールが入ってありますので、ね、15年ランドローバー、ディフェンダー、ダブルキャブ。なんかカラーリングがいいですね。結構今回のフォルツァは、どうだろう、フォルツァって、結構ね、私的にはフォルツァのデザインってあんま好きじゃないんですけどね。結構ポップになりましたね、今回のは。まあ好きなものもあれば、そのあんまり好きじゃないのもありますね。この辺の、ポルシェ934ターボのカラーリングは大好きですね。はい。まあ一個一個見ていきましょうね。ランドローバーディフェンダーダブルキャブもかっこいいですね。で、その下、フォードシェルビー GT350 ですね。まあカマロとかね、ムスタングと同じぐらいの、まあそういう位置づけのお車かなーって思いますね。うわー、どうだろう。いまいちかな。でもホワイト貴重、なんだろう、ホワイトをね、貴重に、貴重、うん、ベーシックにベースにしてるので、まあかっこいいといえばかっこいいですよね。
で、あ、17年アキュラ NSX もあるんですね。でその下行きますと、ポルシェ944ターボになってますね。はい、そして17年、アウディ RS6 アバント。どうしようかな。まあ、そんなに欲しいってものは正直言ってないかなと思う。ただで400円台のラインナップなので、まあ、買いやすいといえば買いやすいですね。こちらが2020年10月下旬発売予定ですので、10月の24日かなと思いますね。はい。そして、まだあるのかな？今回もてんこ盛りですね。で、マリオカートもありまして、今回新規に出てくるのはこのカロンですよね。このカロン。スタンダードカートのカロン。このカエルみたいなやつ。あ、カエルじゃないか。なんだっけ。カメか。はい。まあ、ヘイホーとかね、可愛いキャラクターいっぱいいるんですけども、結局、ワルイージ、バッドワゴン、ワルイージの買ったのかな。なんか1個か2個しか買ったことないですね。で結構ね、ドンキホーテとか、で、投げ売りってほどでもないですけど、お安くは売られてますよね。はい、そして最後になりました、ホットイール、スターウォーズ、スターシップですね。まあ、毎度ね。まあ、まだあるんだ、これ。ダースモールズ、スピーダーとかね。欲しいと言って全然買えてないですけどね。今回も車両は、まあ、このちょっとね、バイク的なもののね、ダースモールズってやつ。これ、くらいしかないですけどね。あとなんだろう、こういうタイファイダーター、ダイタッカー、クラウドカー、N1 スターファイター、ミレニアムファルカーみたいなね。全部カーで統一しようとしたんですけども、ミレニアムファルコンだけはファルコンでした、みたいなね。あとは全部ね、タイファイター、スピーダー、タイタッカー、グラウドカー、N1 スターファイターみたいなね。そしてミレニアムファルコンの、全6種の発売になるかと思います。はい、もう一度ね、ちょっとおさらいしておきますと、10月3日がベーシックカーの発売日で、これが L プラス MR ソートですよね。で、モダンクラシックスも3日で、レッドチェッペリンのプレミアムボックスがあって、マリオカートも10月3日発売かなと思いました。あ、あとなんか一個忘れてるなと思ったら、これちょっとね、見てなかったね、これ。アマゾン限定。2020年10月初旬発売なので、まあ10月3日頃の発売にはなるかなと思うんですけども、まあこれのね、ちょっとね、まあ悪い点というと、ちょっと中身がわかんないんですよね。なのでね、まあ売り切れなければいつ買ってもいいんでしょうけど、まあ皆さんのね、SNS なんかとかね、YouTube なんか参考にさせていただきまして、気に入ったね、感じだったら購入しようかなと思うのでね。まあ本当はね、私がね、陣中になって、皆様に、ね、お伝えしたいところなんですけども、って考えちゃいますね。ちょっとね、大体、今までというか、この前のね、同じような50カーパックがあったので、それを見てみると、まあちょっと前のね、ベーシックカーとが、ミックスされたような箱になってたかなと思うので、まあこれからホットウィール集めようかなって思う人とか、あともう、なんだろう、全然ね、今まで欲しいの買えてない方とか、そういう方はね、何ヶ月前からのね、結構いいもの入ってると思うので、購入してみてはいかがでしょうか。意外とお安かったなと思う。最初出た当初は、まあ1台200円ぐらいで、まあ1万円弱ぐらいで買えたかなと思うんです。9800円とかだったかな。で、どんどんね、値下がってきて、まあ、7000円最後には、7000円ぐらいにはなってましたかね。ちょっとごめんなさい、記憶が曖昧なんですけども、とにかくね、まあ、何々限定のね、思いつきになりましたよね。なかなかね、いつもとね、買い方が違うと、もうあっちこっち行ったりとか、もう神経も集中しないとね、忘れてしまいますよね。はい。で、10月24日の方が、ブールバードと、フォルツァと、あとなんだろう。あとエンターテインメントね。レトロエンターテインメントとスターウォーズかなと思います。はい。まあ、最後までね、ちょっと長々とね、お伝えしてきましたが、とりあえず、ベーシックカーの発売日に行きたいなと思います。それではね、次回の動画まで。バイバイキーン。足元にミニカーから見つく。ミニカー P38 この手のミニカーに山田三世あれ山田モーターあー